ターゲットオブ二次白兎役のモグラでございます。はい、ということで、私久しぶりの実況でちょっと今緊張してます。ということで、バナナキングダムさんの最後の作品、そして平成最後に出た名作ターゲットオブプレイしていこうと思います。いやードキドキする。私このゲームね2年間待ったんですよ。台本をいただいたのは2年前でした。ただね、自分のそのキャラクターのストーリーの方しか知らないので、もう一人の、悪魔役のこの方のねストーリーっていうのをすごい今回は期待しております。はあ、ドキドキする。初期設定でしょ。ここは初期設定でしょ。ね、一つやなゆみちゃん、行きましょう。ああ、ドキドキする。お、なに。Are they your name? OK。ちょっと待って、デフォルト名だとキャラクターが名前を呼んでくれます。あ、それは呼んでもらわないといけない。うん。ね、このね、システムなんかもすごい凝ってますよね。おお、このね、すごい UI もすげえおしゃれだな。どの的を射るっていきなり聞かれますね。そういう選び方、的が出てくるとかじゃないんだ。でね、ここなんですけど、まあ要するに白の的を射ると多分私のあの天使のルート、黒の的を射ると悪魔のルートのはず、多分ですよ。ですよね。だからもう攻略対象をこの3種の段階で決められるっていうことなんですよね。予測ですけど、予測。まあ自分のルートはですね、台本の方で見てるんで、台本も全然わからない、どんなストーリーなのかわからない、黒の的の方行っていこうと思います。ビシッ。いる。神経を集中させて、まっすぐ的を狙って放つ。初めて聞いたわけじゃないのに、なんかドキッとした。ストンって音はしないの？ストンって音はしないの？あ、出ましたね。その矢は心のままに放たれたものだとすぐに分かった。俺はそれに射抜かれた。心が軽くなった気がした。なんだろう、なんかいきなりなんか不安とこう、なんか いい言葉から始まるじゃない。大丈夫、私の出番ある？まあでもね、共通ルートっていうのが確かあったはずなんで、最初は共通ルートから始まるんじゃないかなと。この一本の矢は3つの魂の運命を狂わせた。ほん、いな、それこそが運命だったのだ。無地の魂が何色に変化するのか、それはきっと神にもわからない。思わせぶってくる。おお、というわけで始まりましたね。いやでもここ喋ってこうかな。このオープニングいいでしょ。このオープニング作ったのが私なんですよ、実は。声邪魔ですか。いや、何をおっしゃいます。自分でプレイしてください、そういう時はね。いいでしょう、このキランなんていう演出とかね。天使がギュッとするとビッキャーで、まあ、羽がパーン言うて、まばたきパチパチ言うてね、頑張って編集したんですよ。この動画を作るのに、そうですね、何回も打ち合わせしながら、結構ねこうしたいああしたいっていう、まあ、要望通りに作ってあげるようにしたので、できるだけこう私があんまり考えないで、こういうのが作りたいっていうのをできるだけこう表現してあげたいなっていうような、コンセプトで作らさせていただきましたね。何気に時間がかかっておりますよ。ここね、歌詞に合わせて口が動くっていうね。これヘッドホンで聞くとね、右と左でね歌ってるのが別に聞こえてくるんですよ。ね、まさかこの動画を解説する実況なんていうのはないんじゃないですか。今のペッペッペなんていうのもいいですね。うるさいですか。いや、何を言います、実況プレイですから。あ、ここのね矢がね、あの黒とあの白のやつがまたビキンっつってギバーンっつってのがいいでしょう。ここはキラーンって打ってね、はい。ここアニメーション
バサッとでこっち向く的なね。はい、さあということでやってまいりましょう。ターゲットオブ始まりますよ。どう始まるの？おなっちゃん、なっちゃん、今日こそ俺のこと好きになって。おー、甘えてくるやん。一つやから離れろ、ヤグロ。魂が汚れるだろう。はい、こちらが私ですね。今日もやってきた。うるさい二人が。触ったくらいじゃ汚れないよ。シロ君こそ早く仕事したらどうなのさ。何仕事って？そう簡単にできることじゃないことくらいお前も知ってるだろ。あ、ちゃんとここがシロ君になってる。この二人は最近学校に転校してきた二つぎハクト君と三つ里ヤグロ君。なっちゃんと呼ばれた私は一つやなゆみ。なゆみだからみんなは私をなっちゃんと呼ぶ。ねえ、次移動教室なんだけど、もう行っていい？そっけないやん、なっちゃん。え、もうちょっといようよ。少しでも一緒にいてなっちゃんに好きになってもらわないといけないんだから。甘えてくるやん、ヤグロン。無理言わないで。あ、全然そっけないやん。そうだ、彼女は次期天使候補なんだ。余計なことをされては困る。もう何言ってるんだよシロ君。別に少しくらいいいじゃない。可愛いな、ヤグロン。青春に恋はつきものだよ。だよね。別に死ぬわけじゃないし。わかるわかる。俺どっちかっていうと気持ち的にはヤグロ寄りだよ。まあと言っても天使になる魂なんだから簡単には死なないし消えないだろうけど。そういうのがあるんだ。悪魔になることはあっても。そんなの死んだも同然じゃないか。これ自分のセリフの時にツッコミ入れづらい。シロ君ってはひどいな。それじゃあ俺は死んでるってことになるじゃん。あ、っていうことは別に死ぬとか死なないと。あれ、あ、まあいいや。うん、現実味を帯びない言葉が飛び交っているが、これは現実だ。私は次期天使候補というものらしい。そして目の前にいる二人は正真正銘天使と悪魔だ。にわかに信じがたいが、それが事実なのだから仕方ない。いいですね、このにわかにあたりにちゃんとルビーを振るのがさすがだな。バナナキングダムさんはね、もう本当になんていうでしょう、細部にまだこだわってますよね。ちょっとシステム画面とか開いてみますよ。なんかこうシステム画面はこれでもう完結してるから、システム画面はないのか。セーブ画面とか見てみます。あ、セーブしておきましょう。ビシッ。オプションはあるで、オプション。おお、ほらね、ほらボイスのオンオフなんかあるでしょ。すごいんですよ。ほらボイスのボリュームなんかもこうちゃんとこうねできるっていうね、細かいとこまでビシッとこだわってるのが、これがバナナキングダムですよ。私は自分の目に映ったものは信じることにしている。人間ならば宙へ浮くことはできない。ねえ、二人とも浮いてるよ。あ、浮いてることになってるんだ。人が宙に浮くなんて最初こそ驚いたが、今ではもう慣れてしまった。羽はなくても宙に浮けるんだ彼らは。あっ、おっと、二人とも毎日わざわざ私の前まで来て喧嘩するの飽きない？なんか冷めてるやん、なっちゃん。そっからどういう風に出れていくのかが楽しみだな。休憩時間のたび二人は私の教室に来る。クラスも違うのにわざわざ。仕方ないだろ、たちの悪い悪魔がお前を狙うんだから俺が見張っておかないと。その通りだ、俺が見張っておかないとな。悪魔なんだからたちが悪いのは当たり前じゃない。つべこべ言うんじゃない。それに俺は心のままに生きてるだけ。なっちゃんのことが好きなんだから仕方ないでしょ。いいなヤグロなんかヤグロに共感しちゃうな俺。好きな人に好きになってもらいたいのは当たり前でしょ。その通り。あ、なんか表情がなんかちょっとなんかいい感じの表情してるぞ。
どうした？二人は毎日この調子だ。転校初日から二人は私のところに押しかけてきた。で、俺と付き合えみたいな。当初はえらく騒がれたものだ。イケメン二人だからね。美形が二人も転校してきた上に、その美形男子二人が一人の女子生徒を取り合いしているわけだから、もうサンドイッチ状態。さすがに1ヶ月もこの調子が続けば周りが騒ぎ立てることもなくなったけれど、私としては迷惑極まりない。1ヶ月もやっているこの状態を。私は確かにまっすぐ、私は静かにまっすぐに矢を放っていたいだけなのに。ここから第1話、今のがプロローグだったんだね。いいですね、このアイキャッチが入って。出た。ちゃん、今日は部活ないの？出た。こっからはもう私の知らないストーリーだな。何やってんだお前ら二人は。うん、今日は休み。弓道場の点検があるんだって。ほうほう。何を点検するのかわからないけれど、火災報知器とか消火器とかだろうか。それくらいなら隣で弓道をしていても問題なさそうだけどな。すごく不満そうな顔だね。ほう。そんなに弓道好きなんだな、なっちゃんは。なっちゃんは本当に弓道好きだね。俺はそんななっちゃんが好きだけど。ぐいぐい行くやん。そして何も言ってもらえないやつな。うん。私はこんなに落ち込んでるというのに、なんだろう、この可愛い笑みと可愛い言葉は、今はこの天使のようなあざとさがとても憎く感じる。あ、そこで憎いとか思っちゃうの。女の子って難しい、本当に。悪魔なら何かを対価に私の願いを叶えてくれたりしないの？あ、それ気になる。そういうことできるの？弓道をするためなら必要最低限のもの以外はなくなっても構わないと思っている。本気で。マジで大胆だね、さすがなっちゃん。でもね、それは無理かな。あ、そうなんだ。そういうことはできないんだ。いろいろ条件が足りないからね。条件？半分冗談で言ったつもりだけど、思いのほか真面目に返答してくれた。悪魔なんて全然万能じゃないからね。おお、でもなんか条件が揃えば何かしら願いを叶えたりってできるの？君ずるくない？むしろ不便だよ。天使の方がやれること多いし。俺自分の台本を今パーッとこうふわっと思い返しても、あれ、なんかやれることあったかな俺。好きな人と両思いになることだってこんなに大変なんだから。出ましたね、名言。聞いたことがあるこの言葉。私の隣を歩く天使のような容姿をした、男子生徒は間違いなく悪魔だ。彼はことあるごとに私に好きになってと言ってくる。そんなのも慣れと言われて慣れるものではないのだけれど。魂を操ったりとかできそうなのに。うん、できるのかな。え、何操ってほしいの？できるの？いや、そういうわけじゃないから。そうなの？まあやってって言われてもできないんだけどね。やっぱりできないんですね。結構悪魔ってな、何をもって悪魔なんだろうな。これはやっぱプレイしていくと分かるのかな。まあ別に頼む予定なんてないし、真相の子供どちらでも構わなかったのだけれど、そもそもそんなことできるならとっくに私の気持ちを操作するぐらいしてるか。悪魔だもんね。悪魔にそんな能力なくて本当によかった。だけど美味しい魂を食べるのは好きだよ。どうした？なんだこの、あの、この可愛い感じの口は。悪魔らしい恐ろしい言葉を軽々と口にする。私の魂食べるの？食べるの？それはまだないから安心して。まだ？まだ。すっごく美味しそうだけど、次期天使候補は神様に守られてるからね。ああ、そうなんだ。え、何それ、君の魂を食べちゃうよみたいなこと言って、こう食べちゃうとどうなるの？そう簡単には手を出せないんだ。
残念だけど。なんかちょっとエロい気がする。魂を食べちゃうよ。心底安心した。死ぬのが怖いわけじゃないけれど、魂を食べられてしまって弓道ができなくなることが恐怖だ。ああ、本当に弓道好きだな。そして彼は目を細め、出た、この表情。より悪魔らしい表情で言った。さあ、なんて言うんだ、来い。だから早く、なっちゃんも俺のこと好きになって。何？何？ちょっと怖い感じ。何？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 何かする？何かする？もうチューする？何度も言われたことのある言葉なのに、なぜか息が詰まった。夕日の光を吸収したような、深い金こなん き黄金の瞳が私をまっすぐ見つめてくる。お、え、嘘、もう嘘だろ。その射抜くような瞳は反則だ。え、お前らマジか。まっすぐ彼の心を乗せて飛んできた矢が一思いに私の心を貫くような。おい、もう惚れたんか。そしてそれを私はなぜか嫌だと思うことができなかった。なんもなかった。大丈夫大丈夫。後日談みたいな感じで、なんか大丈夫。はあ、じりっと肌を刺すような太陽の光がさんさんと教室に降り注ぐ昼休み。一日で最も暑い時間。うん。クラスメイトたちは太陽から逃れるように日の当たらない廊下側の席へと移動する。この描写なんかすごくいいね。なんかこう絵が浮かぶもんね。こう文字だけで。なっちゃん、今日も昼練行くからご飯ごめんね。俺、あ、これ友人か。うん、練習頑張って。うんうん。彼女はクラスでよく行動を共にする友人。吹奏楽部に所属している。もうすぐ大会があるとかで、最近は毎日朝早くから朝練を、放課後は夜遅くまで練習をしている。あー、いいよね。いいよ、そういうやっぱ部活動とか俺もちゃんとやりたかったな。ありがとう。うんうん。で、昼飯どうするん？短くそう言って彼女はパタパタと教室を出て行った。あの、教室のドアがガラガラって開く音がいましたね。細かいな。今日は精神統一も兼ねて静かな場所でご飯食べようかな。すごい、心の中の声の今のなんて言うんだろう、エコーのかけ方がすごいうまい。一人になれるいい機会だ。静かで涼しくてゆっくりできる場所。屋上前の階段に行こう。あー、踊り場とかね、ありますよね。屋上へ上がるための階段は私の密かなお気に入りの場所。屋上へ出るための扉は常に施錠されているから他の生徒が来ることはほとんどない。そうなんですよね。なんかこう、だいたい学園もののゲームとかで屋上のシーンとかありますけど、だいたいの学校って屋上出れねえっすよね。あれね、私も気になってたんですよ。すごい、これだからね、この描写すごくわかる。現実はこっちです。教室がある塔からも離れているから静かだし、日も当たらないので夏でも涼しい。なるほどね。そうそう、こういう感じですもん。え、こういうのって、え、あるのかな。立ち入り禁止ってこれ後から付け加えたのかな、この絵。階段を目の前にしてようやく腰を落ち着けられる。そう思ったのに、さあここで来るのがどっちだ。二人だ。来ると思ってたよ、なっちゃん。待ったんだから。私は頭を抱えた。どうしてあなたたちここにいるの？うん、来ると思われてたんだろう。俺たちはここの生徒だからな。校内のどこにいても不思議ではあるまい。不思議ではあるまい。でも待ち伏せしてたんでしょ。そうだね。何その表情。ちょっとはさ、なんか喜んでくれたいのにね、イケメンだから。一人で静かにご飯が食べられると思ったのに、天使と悪魔の呪縛はそう簡単に消えるものではないようだった。同じクラスではないのかな。私は諦めてその場で二人と共にご飯を食べることにした。階段に腰掛け、抱えていた弁当の箱を開ける、広げる。うわ、
なっちゃんのお弁当美味しそう。このパターンはだいたいなっちゃん自分で作ってるパターンのやつじゃないかなと私は予想する。そういう三里くんの昼食は素朴なおにぎりだった。男子高校生としてそんな少ない量で足りるのだろうか。ふむ、確かにうまそうな弁当だな。彩りもいいし栄養のバランスも取れている。おう、冷静に分析するハクトと、彩りやバランスを褒めてくる二つぎくんの昼食は菓子パンのようだ。うん、甘そうなものばかり。何も言わない。しかし褒められたことは素直に嬉しい。ああ、なんだちょっと照れた顔しとるやん。あ、なっちゃんどうしたの。あ、もしかしてそのお弁当なっちゃんの手作り。お、そんなあ、もしかしてって言わなくても胸を張って言えよ。別に私作ったけどみたいな感じで。家族分の弁当を作るのももうすでに私の日常だ。ああそうなんだ、家族分全部作るんだなっちゃん。へえ。両親は共働きで忙しいのだからこれくらいはやらなければ。へえ、いいな、高校生の娘さんがね両親の弁当も作るなんていい子だな。そりゃ美味しそうなはずだよね。なっちゃんの作ったお弁当なんだから。お、すごいひいき目をしているな。なっちゃんの美味しい魂が込められたお弁当絶品だろうな。あーなるほどね、魂がこもってるとその魂のこもったその匂い付けとかね、お弁当についたそのなっちゃんの香りのついた魂がこうシュッとこう乗ってるのがいいのかな。何も言わないのかよ。三里くんの瞳は完全に獲物を狙う目をしている。ほう、ゾワッと背筋に寒いものが走る。悪魔は飯なんて食べる必要ないんだから人の弁当を盗もうとするんじゃない。うん、ピシッとここは言ってやりましたよ私。貴重な磁気天使が栄養不足で倒れてしまったりしたらどうしてくれるんだ。昼ご飯を少し抜いたくらいで私は倒れないと思う。だが彼は本気で心配しているようだ。お、出たさっきオープニングでもあったこの映画。そんなこと言ったら天使だって別に人間界のご飯なんて食べなくても生きていけるでしょ。あ、食べなくてもいいんですね我々は。その甘そうなパンたちは何かな。意地悪だなヤグロちゃんったら。もう人間の世界にいるのだから人間らしく振る舞うのは当然だ。お前こそそのまずそうな匂いのする握り飯を早くなんとかしろ。まったく、シロ君が甘党だってことくらいもうバレてるんだから隠さなくてもいいのに。そうなんですよね、この天使甘党なんですよ。この菓子パンはたまたまだ。それよりその一周を早くなんとかしろ。確かになんだか嫌な匂いがする。何？辛いような、苦いような、酸っぱいような匂い。この美味しさが分かんないとか、天使は本当に偏食家だな。一体何のおにぎり食べてるんだ？悪魔の味覚こそ崩壊しているじゃないか。何のおにぎりなんだ？ああ、またこの二人は私を置いてけぼりにして喧嘩を始めてしまった。感情が高まると出てくるのか。原理はよくわからないけど二人の背中にはそれぞれ少し透けた白い羽と黒い羽が浮かんでいる。へえ。そして少しだけ宙に浮くこれは面白いですね少しだけ宙に浮いております。仲が悪いならお互いに近寄らなければいいもの。でもほらなっちゃんに会いに来ようとするとどうしてももう一人のあれでしょ、相方がいるわけでしょ。それはもう近寄らないわけにはいかない。喧嘩するほど仲がいいということだろうか。この状態を私以外の誰かに見られたら一体どうするつもりなのだ。確かに羽生えとるわーってのはまだバレてないのかな周りの人には。まったく、誰かに見られたとしても私は絶対にフォローしない。まあしかしここにはきっと誰も来ないだろう。
私は二人が疲れて喧嘩が収まるまで見守ることにした。ふむふむ。お、ロッカー？更衣室？しまった。ほう、どうした？弓道に夢中になりすぎて時間の経過を失念していた。気がつくと外は真っ暗で、いつもなら校舎から響いてくる他の部活の音も全く聞こえなくなっている。夜か。基本的にこの部活動、弓道部は好きな時に来て好きなだけ弓矢を触って好きな時に帰るのがなんとなくルールとして定着している。へえ、いいですね、緩くてね。先輩後輩とかもなんかそんな厳しくなさそうな感じですね。つまりほとんどの生徒が顔は知っているが幽霊部員だ。あ、そうなんだ。きちんと部活に顔を出している人もいるが、私と同じ時間まで弓道をしている生徒は一人もいない。だから特別なことがない限り帰りは一人になるのが日常。着替えて早く帰らないと。ふむふむ。着替えシーンは見れるのか。めったなことに遭遇するとは思わないが、仮にも私は現役の女子高生だ。その通り JK だ。何にせよ注意しすぎて困ることはない。こんな時間になっちゃったら注意も何もないけど。すごいな、このなんて言うんだろう、心の中の声の響き方すごくいいですね。これぜひあれですね、ヘッドホンで聞いてほしいな。みんな親より遅くなることはないだろうが、それでも9時までには家に着かなければ。ほう、結構9時って言ったら遅いね。そしてこういう日に限って滅多なことが起こってしまうものである。おえ、マジか。一つや、誰かついてくる。むむ、不穏ですな。キャッチを避けて大通りを通らないようにしたのは失敗だったかもしれない。明るいとこを通りなさいって。だから女の子は走ろう。うん、角を曲がった直後、私は走り出した。ほう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 。疲れた疲れた。負けただろうか。家はもう目の前だが、つけられて住んでいる場所を特定されるのは困る。だけどどうやって確かめれば。あ、なっちゃんおかえり。え、三里くん。あ、こっちのストーカーっていう感じではなく、私の家の、ま、玄関の前でなぜか三里くんが私を出迎えてくれた。すごい、全然ヤグロの方がストーカーじゃん。家の前で待ってるってやばいな。遅かったね、心配したんだよ。うん、どうして三里くんが私の帰りを待ってるの。そこだ、それは気になるぞ。どうしてって聞かれても特に理由はないかな。強いて言うなら暇だった。暇だったからって言って好きな子の人のうちの前にいたらそれおかしいでしょ。それを人はストーカーと言うんですよ。ねえ、それより後ろのあれは何。ちょっと待って、どうしたヤグロ、すごいドスの効いた声じゃないか。今までにこやかに話をしていた彼が突然声色を変えて私の後ろへと視線を移す。口調は変わらないけど言葉に含まれるトゲは鋭く私にまで刺さりそうだった。もちろんそれを向けられた人間ならひとたまりもなくて。お、後ろの方でガサッという物音とともに男の短い悲鳴が上がった。声だけで他人を震え上がらせるなんてこの会見からは想像することもできないだろう。だけど事実、まるで心臓を直接わしづかみにされているような恐ろしい空気が辺りを包んでいる、うん、彼が本当に悪魔であるということを今更になってようやく理解できた気がした。へえ、ヤグロ可愛いくせしてめっちゃ怖いんだ。言っとくけど、おおお、怖いやん怖いやん。相手の状態なんてお構いなしで三里くんは言葉を投げ続ける。何した。そして彼は私の腕を引き正面から抱きしめた。ほう、
天使のような容姿からは想像できないほど強い力で。ほう。この子、俺のなんだけど。俺、自分のものをあんたみたいな汚いもんに見られるだけでもイライラしちゃうんだよね。おお、何やぐろ、それずるくない？なんかこうギャップ萌えしちゃうじゃん。俺ちょっとギャップ萌えしちゃったじゃん今。俺の大好きなこの子が次あんたの目に入った瞬間、俺怒りであんたの目を潰しちゃう。おおーおーおーおおお、攻めるね。あ、逃げた。光里くんが恐ろしいことを言い終わる前に後ろからは走り去る音が聞こえた。そして光里くんは怒りを鎮めていたのか、そのまま数秒私を腕の中に収めたままだった。ほう。ひどく長い数秒を終えた後、私はようやく彼の腕から解放された。これは恐怖か、それとも別の何かなのかわからない。ただただ痛いほどに心臓が泣いていた。はあ、危ない危ない。あいつ逃げてくれてよかったよ。おお、もうなんかこう音楽も不穏だもんな、後ろのこれ。俺もう少しで初の人殺ししちゃうところだった。さらっと言うね、サラタ。さすが悪魔。恐ろしいことをさらりと笑顔で言う。彼は悪魔なのだ。やろうと思えばいつでも人の命を奪うこともできる。そうなのかい、やっぱり。もう気をつけてよね、なっちゃん。今日は俺がいたからよかったけど、あんなのに声かけられちゃって、その上触られちゃったりしたらどうするつもりだったの？触られちゃったりしたら多分ただじゃおかなかっただろうね、ヤグロ君は。なっちゃんは俺のものなんだから。おう、すげえすげえ自信だな。俺以外に触れられちゃダメだよ。ああ、怖っ。これは、私、ハクト殺されちゃうんじゃないの、もしかして。目を細めてひどく愛おしそうにその悪魔はつぶやいた。何かが未だ脈打つ私の心臓に刺さった気がした。なるほど。あ、でもシロ君になら触れられてもいいか。あ、いいんだ。シロ君は汚くないし。いいんだ。意外。しかし一瞬で彼はいつも通りの調子に戻る。早くなっちゃんも俺のこと好きになってくれないかな。ほう。そして私が家に入るのを見送った彼はひらひらと手を振って帰っていった。俺のもの。もう元には戻せない針が心に刺さってしまったことに私は気づかないふりをするしかなかった。あら。俺のものっていう言葉でコロッと言ったよ、コロッと言ったよ、あの女。第一話長くね。第一話長くないですか。ちょっと一回休憩しようかな。